そこで作業している人がいますね。インタビューしてみましょう。今、まあ、お客さん、まあ、ヒーターの作ってるんですけど、お客さんがそのリードの長さを長めにしてほしいということで、リード長くしている作業を今してます。この会社は、工業用、産業用の電気ヒーターを作っています。そうですね、工場だとか、それから、遊園地だとか水族館だとか、例えば他には宇宙関係のところ、ロケットとかそういったところにもヒーター使われています。やはり、凍結防止ですとか加熱目的ですとか、あと保温したい、それを今すぐに欲しいっていうお客さんがすごく多いです。そうですね、お客さんからたくさんありがとうっていう言葉とか、助かったよっていう言葉をもらいたいので、そのために一生懸命ものづくりの修行を心がけています。そうですね、雪が降ってる時に、お客さんから電話がかかってきて、今週中にヒーターが欲しいって言われた時に、どう考えても今週中にはヒーターを踏みできない、お納めすることができないと思ったんですけれども、うちのスタッフ全員で力を合わせて、なんとかお客さんのご希望の日に間に合うようにものづくりができたと思います。思い出深いです。どんな感じですか？そうですね、暖かい。この会社にはそうですね、まずいろんなことにチャレンジしようって思ってる人が一番向いてるかと思います。理由はやはりお客さんから難しいお話をいただくことがたくさんあって、でやっぱりそこでチャレンジしていかないとお客さんの悩みは解決できませんので、ここが一番かなと思います。はい、言います。3ハイは、3つのハイから成り立っています。ハイテック、ハイタッチ、ハイファッションです。そうですね、よく言われるのは、社員さんが明るい、みんな、楽しそうってよく言われます。この地域の中で仕事をしていきたいと思っているので、この会社がやっぱり地域の人から愛されるような、そういう会社になりたいと思っています。そのチームワークっていうかね、そういうのがですかね。ですか。そうですね、暖かいところですね。やっぱりちょっと人間関係がいいところっていうんですかね、みんな優しくて本当にいい人ばっかりなんで、私は仕事環境としては一番いいかなと思っています。和やかなところです。何ですか？人柄です。そうですね、アットホームな会社ですね。